皆さんこんにちは。ファッションモデルや女優、そしてニュースキャスターとして活躍していた桐谷美玲さん。ご結婚をされてからはメディアに出ることは減りましたが、SNS 等では近況を報告したりしていますので、ファンの方はご存知かもしれません。今回はそんな桐谷さんの経歴や、進学校に通学しながら女優やファッションモデルとしてデビューした高校時代など、プライベートの部分をメインにご紹介します。桐谷美玲さんのプロフィール。名前、桐谷美玲。生年月日、1989年12月16日。身長、164センチ。血液型、A 型。出身地、千葉県。職業、女優、ファッションモデル。本名、松岡さやさ。桐谷さんの生い立ち。1989年に千葉県に生まれた桐谷さん。出身幼稚園ははっきりしませんが、保育園ではなく幼稚園に通っていたことが、ファッション雑誌 WWD Japan のインタビューで語られています。そして幼稚園時代に初恋をしていたと同雑誌で語っている桐谷さんですが、現在では名前も顔も覚えていないそうです。また人見知りする性格だったようですが、友達ができなかったわけではなかったそうです。その後、1996年に市原市立国分寺台小学校に入学。2000年4月に高槻市立芥川小学校へ転校し、2002年3月に卒業しています。小学校5年生から中学2年生まで大阪に住んでいたことは、スポニチアネックスに記載されています。2016年2月12日放送の徹子の部屋に出演した際に、小学校時代は人見知りが激しく、母親に張り付いているような子供だったと語っています。笑っていても無表情に思われるほど、感情を外に出さない子供だったそうです。その後、2002年に高槻市立第二中学校へ入学。翌年に市原市立国分台中学校に転校し、2005年3月に卒業しています。桐谷さんが高槻市立第二中学校出身であることは、地元密着メディア、みんなの地元高槻で、同校出身であると掲載されていることから間違いないと思われます。大阪に住んでいた期間は3年間でしたが、性格が大きく変わったと、先ほどのスポニチアネックスに書かれています。もともとは恥ずかしがり屋で、人前に出るとほとんど言葉を発することもできないくらいだったのが、変顔も全く物おじしなくなったそうです。そして2005年4月に千葉県立千葉東高等学校に入学した桐谷さん。高校ではラグビー部でマネージャーをしていたそうで、テレビ番組徹子の部屋に出演した際に、中学までバドミントンをやっていたんですけど、高校にはバドミントン部がなくて、なんとなく見学に行ったラグビー部のマネージャーの先輩たちがとても面白くて、それで選びました。今でも仲がいいです。と話しています。ラグビー部のマネージャー時代は、合宿で洗濯したり、ご飯を作ったりしたことが非常に大変だったそうです。ちなみに桐谷さんは、かなり真面目にマネージャー業務に取り組んでいたそうで、合宿では保護者と協力して、一度に100人前もの食事を作ったこともあったそうです。また、バレンタインデーの際には、他のマネージャーと7人で、徹夜で部員全員に渡すチョコレートを作っています。さらに、高校3年生の最後の大会では、部員全員分のミサンガを作って渡したというエピソードも残っています。なお、その出演の際には、1学年年上のラグビー部員と交際していたことを明らかにしています。また意外にも、高校時代の桐谷さんは食欲旺盛で、1限目か2限目の授業の終わりに早弁をしたり、グミなどのお菓子も机に隠しておいて、先生に見つからないようにこっそりと食べていたことを、ラジオ番組に出演した際に明らかにしています。2018年のジョイサウンドベストカラオケオブザイヤーでは、
カラオケに行くと湘南の風の純恋歌を歌いながらタオルを振り回していたと語っており、ノリノリの女子高生だったようですね。ちなみにスカウトされたのは高校1年生の時だったそうで、友達が事務所の人に誰か可愛い子知らないと声をかけられ、桐谷美玲さんのことを紹介したんだそうです。はじめは断るつもりだったそうですが、芸能事務所の人の話を聞いているうちに芸能界に入ることになってしまったのだとか。2006年2月11日公開の映画春の居場所でデビューし、同年グリコ乳業カフェオーレにも出演。同じ年にはファッション雑誌セブンティーンの専属モデルになりました。その後2008年4月にお嬢様大学で知られるフェリス女学院大学に入学し、仕事が多忙になったことに伴う2年の休学期間を挟み、入学から7年をかけて2015年3月に卒業しています。フェリス女学院は出席日数に厳しいことで知られていますから、やはり女優業をしながらでは留年もやむを得なかったのでしょう。さらに大学時代は仕事が入った際の睡眠時間は3時間程度だったと話しています。大学では文学部コミュニケーション学科に在籍して、メディア論や心理学、言語学を学んています。ちなみに桐谷さんは高校時代に芸能界入りしていますが、その際にお父さんと大学に進学することを約束しています。またこの学科を選んだのは仕事にとってもプラスになると考えたからでした。そんな桐谷さんですが、大学在学中のインタビューで学生生活について、もうそのまんまですよ、本当に仲いい友達とご飯食べて講義受けながら途中で居眠りしてしまったり、他愛のないおしゃべりをして楽しんだり、通信ゲームして楽しんだり、あと学校帰りにみんなでご飯食べに行ったりとか、プリクラを撮りに行ったり、カラオケ行ったりとか、普通に大学生活を楽しんでいます、と話していました。また大学時代は仲良しの4人の友達がおり、かつてバラエティ番組で親友との画像を公開しましたが、皆さん非常に綺麗でした。大学時代にはこの仲良し5人組でディズニーランドなどにも行っていますが、誰にも気づかれなかったとのことです。また卒業の際には7年間の大学時代を振り返って、この7年間は私にとってかけがえのない忘れられないものになりました。仕事をしてるだけじゃわからないことを知れた。大量のレポートにもへこたれない体力がついた。この先ずっと付き合っていくだろうなっていう友達ができた。何より普通の女の子としての時間が楽しかった。途中で諦めないで本当に良かったです。とコメントされています。大学時代の芸能活動としては、桐谷さんは途切れることなく20本以上のドラマに出演し、主役を演じた2010年4月放送の女帝カオル子の最終回では2100万円の着物で演じたことでも話題になりました。映画の出演も20本以上あり、主役だけでも7本。特に関ジャニ∞の大倉忠義さんとのダブル主演となった2013年6月22日公開100回泣くことは興行収入7億円を超えるヒットとなりました。癌を患う役だったため、もともと細い桐谷さんは役作りのためにスープだけの生活でさらにダイエットしたそうです。他にもニュースゼロでキャスターにも挑戦したり、さらには大学時代はファッションモデルとしても高い人気を誇り、22歳から25歳まで専属モデルを務めていた人気ファッション誌ノンノではわずか3年間で15回も表紙を飾っています。同時期には人気女優の本田翼さんや春さん、大政彩さんらも専属モデルを務めていることを考えると、いかに桐谷さんの人気が高かったかわかります。